はい、こんにちは。今回はですね、シークレットウィンドウをやっていきたいと思うんですが、条件がね、レイリンの領収書を取らないっていうことが条件らしいので、取らないようにしてみましょう。ということで。最初から見てきた人がこっちの手でいい。シークレット運動まで確実にバン飛ばしますからね。まあ1時間ぐらいかかると思います。
Quiet, 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 qu
Thank you.
あり、このゲームの設定は、サクヤ、まあ、サクヤ、まあ、まあ、もともとサクヤの名前じゃないんだけど、ホウズキって名前で、で、あ、違いました。この物語はね、ホウズキって名前の、まあ、今のサクヤの前身の、まあ、ここに住む前ね、使える前の名前がホウズキであり、まあ、もともとサクヤは、もともとどっかから来た人っていうのは、それはまあ、二次設定かつ、一次設定かつ、それと同設定でもあるんだけど、まあ、その辺の裏設定を、まあ、こっちのゲームだからは、あれだね、ホウズっていうのは、要するに本名、メイリンちゃんの一族の従者で、吸血鬼狩りの、あの、一族やったんですよね。ただし、吸血鬼がもう、ほとんどいないっていうか、いるのっていう、そういう謎までを、ハテナまでつけられるぐらい、数が減ってる、もしくは、もういないっていう状態になってたから、もう吸血狩りだから何なんっていう、そういう世間沙汰みたいな感じで落とされたんですよね。で、それを阻止するために、あの、このホウズキっていうのが、あ、こんなところに吸血鬼いるじゃん、やったぜっていうところだったんだけど、吸血鬼がいないものだから、それで、っていう形で使えて、まあ、高魔官レビリアの方に使えて、わけね。で、レビリアを討ち取ろうとして、偉大なる吸血鬼を討ち取って、我々はやっ吸血鬼を討ち取ったぞという気持ちに浸れて、また一族の名前が残るっていう、そういうことをしたかったわけです。それが、まあ、この裏設定ね。このゲームだから設定ね。
シークレットエンドですね。ね、エンティング3と4を見たい方は、両方は見れないらしくって、3、この時点で、3に行く方は、と4に行く方は、両方見たい方は、ここでセーブすることをお勧めします。今からメイリーの部屋行きますね。
ということで終わりました。なんか一番エンディング的に一番いいのがあれだね、3番だね、トゥルーエンド。隠しエンドはなんかどっちかというとあれだわ、なんかミーリーとサクヤさんがあれ別関係になってしまう、あれあれですわ、後に。でもあれだね、3番が一番でもしっくりくるかな。昨夜の全身、もともといた過去だろうね。それに対して倒せるっていうか、無事に過去の自分と今の自分がこう一緒に取れるんだよね。最後の4番エンドはちょっと、あれだね。もう、坊主着は完全に悪。だからお前は消えろみたいな感じなんですよ。まあ、メイリンがいたおかげで助かってたけど。まあ、ということで今回は終わりたいと思います。これで完全クリアですね。エンディング2は、まあ、あれです。昨夜と戦いで負けたら自動的になるんで、もうカットします。では、ありがとうございました。